エビバルシェゲナベイベーアローハー。今日の今県ハワイライブです。はい、皆さんお元気でしょうか。今県ハワイです。はい、今日なんですけども、2021年5月の9日日曜日のハワイ、夕方のワイキキビーチです。はい、今日もですねこちら、樹齢100年を超えるバニアンツリーの前、モアナサーフライダーのバニアンツリーの前からお届けします。はい、毎週日曜日はもう皆さんご存知ですよね。太平洋の中心から愛を叫ぶハワイからハッピーバースデーのコーナーです。はい、このね企画なんですけども、今県がですね太平洋の中心のハワイから360度回りながら世界中の今週誕生日の方々にお祝いメッセージを送るコーナーです。はい、今週もですねその企画行ってみましょう。皆さんもですね一緒に、お祝いメッセージ、一緒に愛を叫んで世界中の方々へお祝いの言霊を送りましょう。はい、今週もですね皆さんの代わりにワイキキビーチ、今県が皆さんの代わりにワイキキビーチのこの海に足をつけて、はい、お誕生日祝っていきましょうね。はい、そしてですね今日なんですが5月の第2日曜日、はい、もう皆さんこれもご存知ですよね。はい、世界的にご存知か。はい、ハッピーマザーズデー、母の日です。はい、ハワイでもですね今日なんですけども、イエーイ、Texas baby、 イエーイ、Yes、 okay、 はい、ですね、はい、今日なんですけども、ハワイのレストランは家族連れ、母の日の母をお母さんを祝う、家族連れでたくさん、賑わっております。はい、それではですね今週のお誕生日の方々を祝いながら世界中のお母様、にもお祝いのメッセージ、母の日のお礼のメッセージか、はい、行ってみましょう。はい、じゃあですね世界中のお母様、今県ハワイの熱烈視聴者が作る、コミュニティがありまして、今県ファミリーと呼ばれてるんですけども、そのね方から、プレゼントがあります。はい、世界中のお母様へハッピーマザーズデーのプレゼント、こちらです。世界中のお母様、ハッピーマザーズデー、母の日、お母さんありがとう。はい、このメッセージを世界中のお母さん送ります。はい、こちらのですねバービー人形のデコレーションアートなんですけども、先ほど申し上げました今県ハワイの熱烈ファンで構成される今県ファミリー、そちらにですねバービー恵子さんという、バービー人形のデコレーションアーティストの方がいらっしゃいまして、その方がですね世界中のお母さんに送るために今日このように作ってくださいました。バービー恵子さんありがとうございます。はい、かわいいですねバービー人形がマザーズデーの花束。いやー、この作り込みほんとすごい。このバービー人形が持つお母さんへの花束、こちらをですね世界中のお母さんにありがとうっていう言葉を今県が代わりに言わせていただいて、皆さんの代わりにですね、はい、お伝えしたいと思います。はい、バービー恵子さん、こちらのデコレーションアートありがとうございます。そして世界中のお母様、こちらのバービー人形、バービー人形のデコレーションアートのお祝い、ぜひ受け取ってください。はい、今県です。ワイキキビーチ戻ってきましたよ。はい、相変わらずですね夕方のワイキキビーチ盛り上がってますね。はい、世界中のですねお母様、ママ、マーム、マザー、お母さん、おっかさん、そして母ちゃんなんてね、皆さんどんな呼び方でねご自分のお母様のこと呼ばれてますか。はい、今県はですね内緒です。はい、それですねこんな時代、面と向かってですねお祝いの、お母様へのお祝いの言葉って言えないかもしれませんが、
やっぱりですね、感謝の気持ちはこのように、心の中からでも、お母様にお伝えしたいですよね。はい、今県もですね、今日本にいる今県の母、そしてね、奥今県のお母さんにも日頃の感謝の気持ちを込めて、こっちか、はい、ダイヤモンドヘッドの方角、地球4分の3周してありがとうとお伝えいたします。はい、そして今県の母には特に産んでくれてありがとう。はい、この言葉早く直接会って伝えたいですね。はい、でですね、今日は、なんとですね、今県ハワイ昨年の2020年4月1日から YouTube 連続投稿をずーっとやってまして、なんとですね、今日でですね404日目、この動画でですね849本の配信になります。はい、でこれからもですね連続投稿頑張りますので、皆さんの応援よろしくお願いいたします。ペコリ、はい、ではですね、いつもの合言葉言ってみましょう。今日のハワイの天気こんな感じです。はい、空には雲がないんですが、海のね上にはこう雲がもう出てきてしまっている、この夕方、今日もサンセットちょっと見れなかったかな。はい、天気に一喜一憂、気分を左右されることなく、持つべきものはポジティブマインド、そして見るべきものは毎日の今県ハワイ。はい、皆さん一緒に行きますよ。はい、略してせーの、モツポジ見る今。はい、ということでですね、チャンネル登録まだの方ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日もですね、今県ハイテンション、略してハイ今テンションで行ってみたいと思います。はい、じゃあ、誕生日の方々ご紹介していきますね。はい、今日は結構いるんですよ、たくさん。はい、まずですね、遡ります。5月1日、今日のね母の日のバービーアートコレクションを作ってくださったバービー恵子さん、バービー恵子さんのご友人カイルワの雅子さん、ハッピーバースデー。カイルワだからこっちの方角かな。はい、今県ファミリーの中ではバービー恵子さんからのお話で、雅子さんもはや相当有名人になってますよ、雅子さんで。残念ながらですね、お亡くなりになられた雅子さんの旦那さん、この方をご紹介していただきたいんですが、なんとですね、あの嵐のハワイ公演、ハワイのコンサート、覚えてますか、あのヘリコプターでバババババババって登場してきた嵐、あのヘリコプターをですね操縦していたパイロットがですね、亡くなられた雅子さんの旦那さんだそうです。はい、雅子さんの誕生日を祝いながら、旦那様のですねご冥福をお祈りいたします。はい、じゃあ次行ってみましょう。5月6日、また遡りますね。はい、今県ハワイの視聴者ゴーゴーカヨマンさん、お誕生日おめでとうございます、ペコリ。はい、次がですね5月9日、今県のね元同僚になります、小島さん元気ですか、コージーイエイ。はい、今県的にはですね、小島さんといえばもう何年前なんだろう、10年以上前かな、横浜スタジアムのとこ一緒に歩いてたら、通称ハマスタ、一緒に歩いてたらいきなり地震に遭遇しましたよね。すごいですよ、あの時もうわーって揺れましたよね、揺れて思わずあの時2人でなんかこうしゃがんで、なんかこう手ついておーって踏ん張ったのを思い出します。はい、そんな小島さん元気でしょうか。はい、思い出すと笑いますね。はい、それから5月10日、今県のね大親友の会社の大幹部、はい、役員やられてますマセさん、マセさんねはじめとして、その今県のね大親友の会社の、いろんな方々には今県ハワイの立ち上げ大変お世話になりました。マセさんをね代表して、今県お誕生日のメッセージとともにお礼の方申し上げます。はい、マセさんありがとうございます、ペコリ。はい、それからですね5月10日は今県の昔の会社の後輩かなえちゃん、かなえちゃんねすっかりお母さんしてますね。はい、フェイスブックでよく見てますよ今県は。はい、ということで、かなえちゃんお誕生日おめでとうございます。はい、それから5月10日なんですけども、
湘南のね、聖子ちゃんね、ほんとね、いろいろ大変ですね。はい、ですけども今ね、難病で闘病中、治療中なんですが、インスタとかフェイスブックではほんとね、持ち前のポジティブさでね、すごいですね、このほんと元気なポジティブさの聖子ちゃんはすごい素晴らしいと思います。早く良くなってね、またワイキで一緒に波乗りしましょう。あの辺で結構一緒に乗ったよね、聖子ちゃん。ガンガン波乗るからすごいよね。はい、ということでまた聖子ちゃん一緒に波乗りができる日を待ってますよ、ハワイで。はい、それから5月11日、いやいやいや、元ねワイキキのねローカルサーファー女子リーナー、リーナ元気ですか。はい、もうねすっかり日本馴染んだでしょうか。はい、いまだにですね、リーナ乗ってますか。はい、今どうなの、静波ローカル。はい、得意のねバックサイドのライディングだけじゃなくてね、はい、フロントサイドの方のライディングもきっと上手くなってるでしょうね。はい、なんかハワイで乗ってて財布に乗ってたのリーナの板良かったよね。はい、なんか貸してもらえばよかったな。はい、それから5月12日は今県が日本で働いてた会社の同期丸山くん、というよりなんか丸山さんなんだよね、その貫禄はね。はい、日本でも、なんか今いろいろな、資格ですか、いろんな、ことをやられてるみたいですけども、お元気でしょうか。はい、ハワイでねお会いできる、再会できる待ってますよ。はい、それから5月の13日、はい、またまた今県の日本の会社で働いた時の同期高橋。はい、高橋くんお元気でしょうか。いつ頃から会ってないのかな、わかんないけど、なんかねいつもで会うとねすごい身長高いじゃん高橋って、なんか見下ろされてる気がしててね。なんか思い出すことそれなんだよね。はい、笑っちゃいますね。はい、ということでですね、はい、皆さん、今週誕生日の方、今県の関連の方ご紹介しました。はい、おしゃばい。OK 飲んでますねビーチでね。はい、皆さんの誕生日の祝杯と、母の日祝ってる感じのビールですかね。はい、全然関係ないか。はい、じゃあですね、世界中の日本中の、そしてハワイ在住の5月1日、6日、そして9日、10日、11日、12日、13日、14日、15日生まれの世界中の方々、お誕生日おめでとうございます。はい、じゃあバニアンツリー、樹齢100年のねバニアンツリーに、皆さんへの誕生日のお祝いを込めて、健康と長寿をお祈りして歌ってみましょう。はい、いきますよ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア、カエルは雅子さん、そしてゴーゴーカヤマンさん、そして小島さん、コージー。はい、それから、マセさん、マセさん。はい、あとですね、かなえちゃん、そして聖子ちゃん、湘南の聖子ちゃん。はい、そしてリナ。はい、それから丸山くん。はい、それから高橋。はい、そして5月1日、6日、9日、10日、11日、12日、13日、14日、15日生まれの世界中の方々、ハッピーバースデートゥーユー。ということで、今週も、たくさんの方々へ、今県が世界の中心、太平洋の中心、ハワイワイキビーチから世界中に言霊を飛ばしました。はい、こちらのね言霊ぜひ受け取っていただいて、はい、いろんな方々の誕生日、そして世界中のお母さん、お母様、今日ね母の日お祝いですから、はい、昨日か日本は、はい、ということでですね、はい、世界中に愛を飛ばしました今県でした。はい、今週もこの企画やってまいりましたが、毎週毎週やってますけど結構やっぱ恥ずかしいね。はい、ということで、太平洋の中心からハッピーバースデー、愛を叫ぶこのコーナーですけども、また毎週毎週続けていきますので、皆さんの応援の方よろしくお願いいたします。はい、ということで、チャンネル登録まだの方ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それではハッピーバースデートゥーユー。
はい、今日も最後まで見てくださってありがとうございます。 Thank you so much. マハロー、シェゲラベイベー。最後はやっぱりオレンジ色になった空ですかね。バイ。